掛けるシュートを放つ、勝負を決定づける2点目が入りました。山崎今日は何度となくチャンスメイクをしていた山崎、最後は自ら押し込みました。いやよく決めました。長い距離でしたけどね、ここで、ヘディングボールですよ。何でもないヘディングボールをやはりマークをぼかしていたディフェンス、最後の最後で山崎自体も報われましたね、これゴールでね。やっぱり後半チームに勢いをもたらしたのは彼の突破だと思うんですよね、はい。